どんぐり通信ラジオ版。この番組は姶良市ジュニアリーダークラブどんぐりの提供でお送りします。皆さんこんばんは。姶良市ジュニアリーダークラブどんぐり広報部長湘南高校1年の藤井瀬奈です。どんぐり副会長梶木高校1年の橋口優美です。この番組では私たち姶良市ジュニアリーダークラブどんぐりの活動についてご紹介していきます。毎月第3土曜日の19時30分から15分間生放送でお送りしています。短い間ですがどうぞお付き合いください。よろしくお願いします。さて早速ですが、姶良市ジュニアリーダークラブどんぐりについて毎回ご紹介していますが、ゆいみさんから簡単に説明をお願いしたいと思います。はい。姶良市ジュニアリーダークラブとは中学1年生から高校3年生まで23名で活動している団体で、姶良市を中心にイベントでのボランティアやどんぐり合宿などの主催企画、子ども会活動のお手伝い、最近では防災教育などの活動も行っています。はい。このようにさまざまな活動に取り組んでいる私たちですが、今日は姶良市消防本部主催授業の子ども消防士育成プロジェクトが開催されました。今日はどんなことをしましたか？はい。私は参加できなかったのですが、ジュニアリーダークラブどんぐりではハグを行いました。ハグとは避難所運営ゲームの略称で、私たちは2年前に消防士さんや現場で働く医師の方々から学びました。カードを使って実際来ると想定されている避難者さんの割り振り、さまざまな出来事への対応の仕方などを学ぶゲームです。現在ではさまざまなイベントで小中学生と一緒にしながら避難所運営の仕方を継承しています。今後は大人の方々にも継承する活動をしていきたいとも考えております。はい。それでは災害教育を私たち何回かここ何年間でしているんですけど、ゆみは最初にそのハグをした時にどう思いましたか？なんか避難所運営って聞くとお堅いイメージがあったし、自分があまりするものではないと考えていたから、その大人の方々が行政との連絡とかにの仕事に追われて、あまり避難所の運営の方に関わっていくのは大人の方々ではなく中高生なんだよって話を聞いた時に、あまり災害を経験したことないからっていうのもあったけど、初めて聞いたことだったから、ああそうなんだなっていうふうに学ぶ、そういうふうに思ったし、それを聞いてからもうちょっと避難所とか災害とか防災について学びたいなっていう意欲が湧きました。はい、ありがとうございます。私自身も、何度かハグをしてきて、小学生の意見とかたくさん聞いてきたんですけど、やっぱ私たちに考えられないようなことをたくさん考えつくので、そこも本当に毎回新しい発見があって、とても楽しいし、それで楽しく学べているので、本当にどんどんこれからも、小学生だけじゃなくて大人の人かの方々とかにもどんどん広げる活動を今後していきたいと思っています。じゃあそうですね、これまでに印象に残ってるやつとかある？中学生とこの前やったんだけど、小学生だったら結構小学生のみんな受け身の感じで、自分たちが教える通りにやっていくっていうか、でも中学生とやったら中学生はこっちの方がいいのかなとか話し合って主体的にも進めてくれるから、こういう風に主体性も学べるゲームなのかなっていうのはすごく考えさせられましたね。この間中学生とやった時に、もう私たちのなんかアドバイスなんかもうどんどんいらないような感じでどんどん進めていくから、本当にわあそんな年変わんねえのにすげえなとか思いながらやってましたね。はい。じゃあこれまでは災害教育活動についてお話ししてきました。さて私たちどんぐりでは先月から梶木高校生徒会との共催で小中学生を対象としたレベルアッププログラムという授業を開催しています。今日は梶木高校生徒会長の下村翔太郎さんをゲストにお
ゲストにお越しいただいています。下村会長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはレベルアッププログラムについてご紹介ください。はい、加治木高校生徒会ではこれまで文化祭で地域の商店街の店舗と交流するなど、いくつか地域交流の企画を行ってきたんですが、すべて加治木高校内部、加治木高校生のための企画だったんですね。そこで私たち第75代生徒会では、加治木高校生のためではなくて地域のための地域交流活動をしたいというふうに考えました。そこで、職員会議に提案したのが、この地域で活動されているどんぐりさんと共催で行う小中学生対象のレベルアッププログラムという企画でした。はい、ありがとうございます。それでは、そうですね、これをしようと思ったきっかけとかありますか？そうですね、やっぱり私がその1年間、私1年生の頃から生徒会をやっていて2年生で会長になったんですが、1年間交流企画とかを見ていく中で、やっぱり先ほども言った通り、高校生のためになってるな、地域交流をする本当の意味は地域のためのものじゃないのかなというふうに感じたところが大きかったですね。ありがとうございます。じゃあ、これまでに2回開催してきましたが、それの感想をお聞きしてもいいですか？はい、これまでの企画、過去2回の開催では、すべて基本的には小中学生に参加してもらうんですが、小中学生に主体性を求めた上で、高校生は基本的に質問を待って、質問が出た時には回答する。例えば勉強教えてくださいだったりとか、美術の部門を用意していればそのイラストの描き方であったりとか、そういうのを聞かれた時に答えるという形だったんですが、はい、その形だとやっぱりちょっとうまくいかないな、あんまり盛り上がらないなということも感じたので、今後その辺は改善点かなというふうには感じましたね。はい、ではこれからどうしていきたいかをお聞きしたいです。はい、お願いします。こんなふうに過去2回の開催で改善点いくつか上がったので、今度まあ12月、運営側も結構いろいろ行事が重なっていたりして忙しいという声もあったこともあるんですが、一回少し間を空けてしっかり企画を練り直す期間を取ってから、広報の方法、それからイベントそのものの趣旨であったりとか、どんな活動にしていくのかというところまで含めて根本的に見直す時間を取って、また継続して開催していけたらなと思っています。はい、ありがとうございます。これまで今までレベルアッププログラムについてご紹介いただいたんですけど、次に生徒会長としてどんな学校運営をしていきたいかっていうのを聞きたいです。はい、私今年の6月から生徒会長を務めていて、来年の6月までが任期で、もう残り半年になってしまったんですが、そもそも一番最初会長に就任した時に掲げた公約が、まず一つこの地域交流企画だったんですね。地域交流企画はこのレベルアッププログラムを通してまず一旦実現はしたんですが、今後先ほどまでもお話しした通りにどんどん改善していって、加治木高校がどんどん地域にも輪を広げていけるような学校にしていきたいな、僕らの代でその基盤を作ることができたらなというふうに思っています。と、地域交流以外の面で学校内部の改革として、今全国でもブラック校則というふうに話題になってますが、生徒がいろんな校則に疑問を持ってるっていうのはつくづく感じてはきていたので、その辺もまた生徒指導部の先生方とか全校生徒協力して、学校内部、生徒がより過ごしやすい学校を作るっていう生徒会の一番基本的なところですよね。そこを見つめながら運営進めていけたらなと思っています。ありがとうございます。私もゆいみも同じ学校で生徒会をしていたので、本当に生徒会っていろいろ大変なことがあるのに、本当にこう自主的に活動できたりする会長が本当にすごいと心から思います。ありがとうございます。ゆいみも加治木高校生から見て、その会長とか生徒会のイメージとかってどう？中学生の頃は結構受け身な感じで生徒会って進めていたので、うん、高校生になって、あ、こんなにも生徒主体なんだって、すごく活動、私は吹奏楽部で忙しいから生徒会に入ることはできないけど、こうやって主体的に活動してくださる会長さんがいらっしゃって、自分たちもその生徒会の活動に積極的に参加していきたいっていう気持ちも湧いたし、
今後の風紀高校が自分たちでどういう風に良くしていけるのかっていうのがすごく楽しみだなって思います。はい、ありがとうございます。ここまでは風紀高校生徒会長の下村翔太郎さんにお話を伺いました。下村会長、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ではここでどんぐりからのお知らせです。ゆいみさん、お願いします。はい、あいら市ジュニアリーダークラブどんぐりでは会員を随時募集中です。地域活動や小学生との交流などに興味がある中学生、高校生の皆さんは一緒に活動しませんか？申し込み用紙や活動内容についてはあいら市ホームページのジュニアリーダークラブどんぐりのページに掲載していますので、ぜひご確認ください。また子ども会活動などどんぐりにお手伝いできることがありましたら、どんぐり事務局、あいら市教育委員会、社会教育課へご相談ください。今後のどんぐりの活動についてご紹介します。明日はオークスどんと秋祭り、来週の土曜日26日はあいら公民館で開催される県 PTA 活動研究移植公開でお手伝いさせていただきます。どちらの活動もピンクのポロシャツを着用して活動していますので、お見かけした際はご気軽にお声掛けください。来週の土曜日に PTA の活動で私たちも出たよね、うん、あの市のあいら市内の吹奏楽部が全部集まって演奏するんですけど、うん、それを見れるということで私たち OB OG とても楽しみにしています。その PTA の活動とかこれからどうしていくのかっていう話を聞くのももちろん楽しみですし、いろんな方と出会えるのも楽しみですし、本当にたくさん経験できるので本当に楽しみだね。楽しみです。これだけじゃなくてもう来年とかたくさん活動をしていくので、広報誌も1月に発行する予定なのでぜひご覧ください。どんぐり通信ラジオ版ですが、この放送はアイラビュー FM の YouTube チャンネルでも視聴できるようになります。過去の放送分も視聴できますので、興味のある方はご覧ください。今日は私藤井瀬奈と橋口結美でお送りしました。次回は12月17日土曜日の19時30分からお送りしますので、次回もお聞きください。それではまた来月お会いしましょう。さようなら。さようなら。この番組はあいら市ジュニアリーダークラブどんぐりの提供でお送りしました。